吹奏楽部の演奏に合わせ入場した長崎日大ナイン。今日行われた壮行会で選抜旗が授与されました。長崎日大は2年連続の春の選抜で、今年は海星とともに県勢史上初の2校同時出場。平尾大和主将が甲子園での勝利を誓いました。自分たちができる恩返しは甲子園での勝利だと思うので、自分たちは初戦突破を目標に甲子園で長崎日大野球を見せつけていきたいと思いますので、これからもご声援よろしくお願いします。春の選抜は今月10日に組み合わせが決まり、18日開幕。チームは13日に甲子園に向けて出発するということです。